ウーケータイ W53H は、日立製作所が開発した、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の携帯電話である。W52H の後継で、地上デジタル音声放送実用化試験の受信機能など一部の機能は省略されたが、メインディスプレイに UKL を採用した。以前のモデルより、 大幅に薄い1 4 2ミリの回転に軸型でワンセグ対応形態である。W52H では、ウーの高画質映像技術を利用したピクチャーマスターーモバイルを搭載しているが、ウー形態の相性名はなかった。W53H では、正式にウー形態の相性名が付いている。ボディカラーは当初、ジャパンブラック、ノルディックホワイト、ユーロパープルの3色だったが、 あとに、フレンチピンク、アラビアブラウンの2色が追加され、全5色展開となる。このうち、ユーロパープルには、マジョーラ塗装が採用されている。開発コストを軽減する理由で内蔵スピーカーは、ステレオスピーカーではなく、モノラルスピーカーを採用している。さらにカメラは、オートフォーカスから、パンフォーカス仕様になった。過去に、AU から発売された、W47T 同様、 赤外線ポートが端末側面に搭載されている。ユイの楽曲、涙色のビデオクリップ及び島谷瞳の楽曲、長い間のビデオクリップにはそれぞれこの端末が登場する。色は前者がノルディックホワイト、後者がユーロパープル。ありがとうございます。